この時期になると、はい、やっぱ鍋とか家でも作るようになるじゃないですか。結構やりますね。うちの嫁ね、あれもうな鍋 100% なんですよ。アキラ 100% なんですよ。こう鍋しか作らなくなるんですよ。いやでもね、美味しいし、あれ切ってやるの、栄養もバランスよく取れるし、あったく待ってマジで鍋しか作ってないんだけど大丈夫かなと思って。週に2回とかでしょ。マジで鍋ばっかの。いや忙しいし、でも味が変わるでしょ。味は変わるんだけど、うん、でも鍋しか作って、要は鍋って料理しなくていい、まあ、何鍋何鍋、まあ、だから切って入れて的な感じですけども、野菜も取れますしね、美味しいし温まるし、締めも楽しみだし、いやもう何鍋何鍋の部屋みたいな感じですよ。毎日毎日出したら、でもこれ不安になってたけども、はい、でもあれと、はい、鍋ってすごい体にいいかな、体にいいよ、野菜も肉も入ってて体にはいいよね、子供にはいいよね。いやもちろん僕は本当に週 3,4 ぐらい鍋がいいぐらいです、うん、私も毎日でもいいぐらい、うん、味変えるもん、はあ、だから俺も鍋作るから、はあ、本当大好きです。で普通の鍋もあるし、俺二色鍋って言って真ん中で分かれてかっぱ橋で買ったやつがあってさ、かっぱ橋でね、そうそう、だからいろいろ大人が食べるカレーだチゲだっていう、はあ、今トマト鍋もハマってますし、うん、ただね、レモン鍋っておいしいよ、ね、レモン鍋おいしいよ、ちょっと酸っぱい感じでおいしい、ね、へ、鍋はもう無限ですよ。逆に羨ましいんですよ、そんな毎日鍋食べられる。毎日違う味なんでしょ、だって。いやもうね、ほぼ1個なんですよ。ほぼ1個。あれでもさ、ま、その具が変わってるわけでしょ、うん、そうですよ、豚肉だったり、例えば豚、鶏だったりさ、タラだなんだとかさ。毎回鶏です。マジで。毎回鶏です。だって鶏だって、鶏のもももあれば、つくねもあれば、鶏の胸肉も毎回イオンの鶏です。もう手抜きです。間違いなく美味しいやつですから。手抜きです。